ら特にそうなんですけど、自分の音源を自分でエディットしたりとか、ね、自分でコンプレッサーかけたりとか、この技術があれば一般の方の歌ってみたをむちゃくちゃよくできちゃうんじゃないかな。スタッフの池田くんです。よろしくお願いします、はい、どっから、はい、どうも成人男性3人組の八木翔です。天野です。西翔です。オルビスか。オルビスカーターです。久しぶり。久しぶりびっくりしちゃった一般の人の歌を歌いでね、なんとかしよう。ということで、はい、我々歌い手ですよね、はい、歌い手として僕ら特にそうなんですけど、うん、自分の音源を自分でエディットしたりとか、うんね、自分でコンプレッサーかけたりとか、うんはい、自分の歌がすごくいいようになることっていうのができるじゃないですか。よくできるというか、まあまあまあ、この技術があれば一般の方の歌ってみたをむちゃくちゃよくできちゃうんじゃないかあれもむちゃくちゃよく、むちゃくちゃよくできちゃうんじゃないかすげえ作品にできちゃうんじゃないか。すごい自信があるねありますよそれでやってきてるからね。歌なんかな、補正が8割なんだあかんあかんダメですということで、うん、本日はゲストの方に来ていただいております。それではお願いします。一般の方どうもー、こんにちは。知ってんな。一般人でーす。こんにちは。本日一般の人の歌として提出してくれたスタッフの池田くんです。よろしくお願いします、はい、これ何大事に絶対話さないじゃん。何か関わりもったい。あのね、シラフじゃ自分の音源聞けない。池田くん、ちなみに歌の経験はゼロです。ゼロ、はい。カラオケとかは、あ、もう行かないっす。行かない。行かない。歌は好き？嫌い。そうか。あ、なんか人の聞くのは好きなんですよ。リスニングは好きなんですけど、うん、自分でするのは一番嫌い。全ての物事での中で一番嫌い。本当に渋々受けてくれました。本のすって言ったのにね。そうそうそう。歌だけは。プライバシーは出すんだけど、歌は出したくないと。本当にそうです。なんで今回ちょっと池田くんには最近大流行りしている鬼の宴という曲をワンコーラス取っていただきまして、それを我々歌い手4人でリレー形式でどん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 良くしていくという工程をやっていきましたので、じゃ早速聴いていきましょうか。はい、いくぞ。さあ準備整ったということで、はい、音源を聞いていくわけなんですが、ガブ飲みなんだけどもうね、とてもとてもとても正気ではいられないということで、池田くんはちょっと覚悟片手に。大丈夫、なくなんない。やっぱ歌苦手な人はね、自分の歌は聴きたくないんですよ。そうだね。そこはやっぱね、いたわってあげて、はい、っていうわけなんで、ね、まずは取っ手出しの音源というか、池田くんの送ってくれたものに何の補正も何の調整もしていない、これやばいよ、そのままの音源を、これが一番きついじゃん。まずは聞いてもらおう。だからここから始まりますっていう感じで、確かに俺も流したくないこんなの。俺も嫌だ。嫌だよこれ。じゃあ聞いていきましょうか。じゃあ素音源をまず聞いていきましょう、はい、お願いします。どっから来る迷いものか、うまいものか、まずいものか、さっぱり俺にわからない、決まりばかりの世の中じゃ、仏はいつも水を差す、我慢するのが礼儀でしょ、何か好みをそそのかす、お先にどうぞ遠慮なく、赤っぴらけやその口、宴宴が始まんで、もったいねえや一度きり、好きなものだけ食べなはれ。うん、これが素音源。なるほどね。これが素音源。歌うとこうなるんだね。震えている。震えている。そんな
そんなかい。やっぱ本人、僕らは自分の歌を聞き慣れてるし、まあ、まあそうね、そう、あのね、人間の声って自分の聞いてる声ってね、骨伝導で聞いてるはずだから、そう、自分の聞いてる声と録音した声って違うんだよね。それもあって恥ずかしいと思いますけれども、全然歌えてたよね、声出てるよ ね、声出てるし、なんかこのメロディーラインを歌いたいっていうのはよくわかるんで、やっぱ音痴の人とかね、本当に飛んでいくから、飛んでっちゃうから、全然歌える素質はあるよね。さあ、ここからまず僕がゴリゴリのピッチ補正をかけました。なんでピッチ補正した音源をじゃあちょっと聞いていきましょう。楽しみだ。どうなった？池田くんは聞いてないんだまだ。僕は何も聞いてないです。なるほどね。震えが止まるのかな。どこで震えが止まるのか、体の動きが良くなっていくかもしれない。じゃあお願いします。どっから食えば良いものか、うまいものか、まずいものか、さっぱり俺にはわからない、決まりばかりの世の中じゃ、仏がいつも水を差す、我慢するが礼儀でしょ、鬼が好みをそそのかす、お先にどうぞ遠慮なく、赤っぴらけやその口、宴が始まって、もったいねえや一度きり、好きなものだけ食べなはれ。うん、だいぶ変わるよね、ピッチ補正だけでも、ね、これ補正はオルビスだよね、うん、拳なんか入れちゃって、うん、魔改造しました、ね、存在しないフレーズを勝手に足してここからさらに歌い手の力が加わっていきます。やっぱ補正だけじゃないからね、歌い手ができることは。で、今回は、ニャンヤ宇宙とノエルに協力して、ハモリとかユニゾンとか、その他もろもろを取ってもらいましたので、まずは歌い手の前後に楽しくなってきたよ。そしたら回ってきたから、アルコールだと思うんだけど、別の要因の可能性あるね。なんでじゃあ歌い手2人のバフをかけた、コーラスハモリをかけた音源聞いていきましょう。じゃあお願いします、はいはい。どっから食えば良いものか、うまいものか、まずいものか、さっぱり俺にゃわからない、決まりばかりの世の中じゃ、仏がいつも水を差す、我慢するのが礼儀でしょ、鬼が好みをそそのかす、お先にどうぞ遠慮なく、赤っぴらけやその口、宴が始まんで、もったいねえや一度きり、好きなものだけ食べなはれ。おお、だいぶいいね。だいぶ良くなってる。すごい。サビいた？メインがちょっと埋もれた。まだその混ぜてないというか、まあ、そうね、置いただけならね。なるほど。ここからうちが誇る最強ミックス C、ありがとうございます、ね。中地なのか酒なのかどっちなんでしょうね。じゃあここからこれらの音源を全部リスル君のとこに集めて、リスル君が本気のミックスをしてくれました。なんで最後に完成品ですよね。そうそう、これを聞いてもう池田君のその前後の揺れが収まるのか、酒に手は伸びずに済むのかの前に一回素音源が一回企画がうまいとね、やっぱり、ね、そうそう、どうやったかなっていう、何やって何やってこれいいこれいい、リスナーさんもね、あれどんなだったかなって思ってらっしゃいますから、戻せ自分で戻ってじゃあ何やって素音源確認して、その流れでミックス音源までいっちゃいましょう。はい、じゃあお願いします。楽しみだな。どっから食えば良いものか、うまいものか、まずいものか、さっぱり俺にゃわからない、決まりばかりの世の中じゃ、仏がいつも水を差す、我慢するのが礼
きでしょ。何かこの身を想像を犯す。お先にどうぞ遠慮なく。あかぴらけやその口。宴が始まって。もったいねえや一度きり。好きなものだけ食べなはれ。それじゃあ続けてミックス音源あ来ました完成音源聞いてみましょうビフォーアフターですねそうねどっから食えば良いものかうまいものかまずいものかさっぱり俺にゃわからない決まりばかりの世の中じゃ仏がいつも水を差す我慢するのが礼儀でしょ鬼が好みをそそのかすお先にどうぞ遠慮なく赤っぴらけやその口宴が始まんでいもったいねえや一度きり好きなものだけ食べなはれおーおーすげえすげえなったねいけてるねなったわいい、ね、えいいじゃん音源としていいよね、うん、これはあるか投稿どうなのありまーせっないかなんでだろうな角度じゃん知らない言い方してるんだけどどうでした聞いてみていやすごいっすねなんか自分のそのここの骨伝導で聞こえてくるだけだと、うん、もう最悪なんですよそうねもう気分悪いんですよ気分悪いなこれだったら聞けるあ好きか嫌いかは置いといて聞ける全然とりあえずねそう聞いてて嫌悪感が全然ないというか確かに工程を重ねるにつれて飲酒量も減っていったそうねそれも減っていったし減っていったしいやすごいっすねマジでコーラスこの2人の時点で相当すげえなと思って、うん、混ぜてね全部乗ったらもうとんでもないちゃんとなってましたねステレオ感とか出て、うん、結構池田くんの声の張りと俺ら歌い手の声の張りって違うじゃん、うん、で、あ、埋もれるかななんて思ったけどうまくリスルくんがサイドに分けてね真ん中に隙間作って、うん、で池田くんの声がパキッと残った状態で、うん、ミックスはどうでしたミックスはね、うんノイズ処理だけから大変だったうん、そこはやっぱちょっと声をさ声量的にちょっと小さめだったから、ね、他の音が乗ってきやすくて、はいはいまあ、そこら辺カットぐらいはちょっと大変だったけど、まあ、他は別に全然なんだろ う曲に合ってる声質だったからさ、ね、ありそう本家かなぐらいのね声似てるよねいい声質だったよねこの声はどうここはありまーすかなんだ角度おかしいこれなんだよこれなんだジョジョ2部のあのチョップの技だからさあということで一般の人の歌でも歌いで4人集まればなんとかなるただすげえ大変だったすげえ大変だったなんかねみんなすごい作業してますスケジュールのスケジュール入れてギュウギュウに詰めるからこれってミーティング中にやってたもんやめやんなきゃやばいやばいただね歌い手もねミックス時もそうですけど世に出る音源っていうのは裏でこんなね苦労があると意外とねそうなんか出るものはキラキラしたものですけれども地道な作業が積み重なって綺麗な音源ができているというのを皆さんね理解できたかなということでもう歌わないもう歌いまーすそれ何なんだよ1ネタにしようとしてるかぶんなこれなんでレギュラーメンバーじゃないのに持ちネタがあるんだまあね機会があればまたやりましょうよ、はい、もっと増やしてもっと豪華にしてもいいしねあーコーラスとか足したりね、うん、音源ねここで聞く前に僕完成聞いてるじゃないですか、うん、そんでスタッフのチャンネル小森さんとか、うん、名取さんが聞けるチャンネルに貼ったこれ大丈夫かなって言ってから、うん、名取さんが永遠に聞いてるらしい、今日も言ってたファンだってずっと聞いちゃうわ、うん、ありがとうございますファンに手を振った方がいいんちゃう図に乗り方えぐいなということで今回の動画はここでまた次回の動画でお会いしましょうさよならさよなら僕の録音は3分で終わりましたさよならさよなら